の犠牲的な精神で頑張っていただいた結果、その形がここまで来たんだと思っております。ステップ1の収容の時期にちょうどありましたので、こういう形で開かせていただきました。月1回更新される福島第一原発の事故収束に向けた工程表、今どの段階にいるかを示すマークは毎月着実に右へ移動して、今月17日ついにステップ1達成までこぎつけました。原子炉の安定的な冷却が達成されたのです。この工程表の実現を体を張って担っているのが現場で作業にあたる皆さん。その拠点に使われている J ビレッジという施設を菅総理はすでに2回激励で訪問しています。1度目は事故発生から3週間後。テントが3つあります。それぞれが除染所ということで、じゃあここは自衛隊が1系列と、あと東電が2系列、はい、2系列か、かなり高いですよ、で除染をしてます。今8限中継ずっとつけっぱなし、夜でも何か、はい、ここで本当にご苦労いただいてますけれども、何としてもこの福島原発をコントロールできるようにと、劇を飛ばしてから3ヶ月。ステップ1に関してここまで物事が進んだのは、やはり何といっても現場で本当に頑張っておられる皆さん、私も2度目になりますから、この土曜日に行ってまいりましたけれども、そういった皆さんの努力だと、このように思っております。そしてしっかりした日本というものを立て直した、その最前線で皆さんが戦い切ったという、そういう結果をぜひ出していただきたい。事故当日から陣頭指揮を取り続けている福島第一原発の吉田所長ともここで再び対面。その途中、そして今、余震とともに作業を邪魔するもう一つの自然現象が。この朝でございますので、今日も3000人ぐらいの人が働いております。中小ですが、怪我をした現場で作業する皆さんも口々に総理に直訴しました。あれはこういった涼しい環境であれを着て、少し動いただけでも汗だくになるぐらいの、本当に過酷なもので、今みんな早出しでやってるんですよ。朝4時に出勤してるみたいですね。ほとんどがみんな早いですよ。検査に行く時間も結構ですし、人数多いもんですからね。この近辺にその検診センターみたいなものが設立されると非常に、先生としてもやることは何でもやるという感じで対応していきますので、よろしくお願いします。お願いします。これから現場の皆さんは次なる目標ステップ2へ、放射線被害の拡大防止をさらに進め、今後3から6ヶ月以内に原子炉を安定的に停止させる冷温停止状態の実現を目指して懸命の作業を続けます。